皆さんこんにちはシミュラー w クライアント作成エンジニアの鈴木です今日はファッションアパレル業界におけるディスプレイ広告のトラフィック状況をシミュラー w プロを使って見ていきますこちらはシミュラーウェブのファッショ,ンアパルファンションアパレルカテゴリーの直近6ヶ月の日本のデータですカテゴリーで見た場合ダイレクトとオーガニック検索この2つで約75%のトラフィックシェアを占めています一方ボリュームは少ないですが有料検索ディスプレイ広告からも安定的にトラフィックを得ており これら2つの有料チャンネルを使用してトラフィック量の低下を下げる動きが重要になってくると言えるでしょう続いてカテゴリー全体で約6%のトラフィックを占めているディスプレイ広告について見ていきますまずどのサイトがディスプレイ広告でトラフィックを獲得しているかディスプレイ広告での上位セクションを見ていきましょうご覧のように独占的にトラフィックを獲得しているサイトはなく比較的僅差の状態で各サイトトトラフィックを獲得しています この中で上位にランクインしたオンワード、ベイクルーズ、ティーホリック、ベルーナ、フェリシモについてもう少し細かく見てみましょうオンワードは7月にディスプレイコックのリソースを強化したことによりディスプレイコックトラフィックは6月から7月にかけて約2倍となりました内訳を見てみると GDN が 18.3%RTB ハウスは31%でしたが急増した7月に限ると GDN は 30%RTB ハウスは約40%までシェアを増やしています これらネットワークでのディスプレイ広告出稿拡大が7月のトラフィック増加に大きく貢献したのではないかと考えられますターゲットとすべきユーザー層を適切にセグメントしユーザー層に合わせた広告クリエイティブを適切なタイミングで配信するようコントロールした結果ディスプレイ広告のトラフィックの視野拡大につながったのではないかと確説立てることができます以上本日はファッション業界のディスプレイ広告に関する動きについて見てきましたカテゴリー分析を使用する際は チャンネルごとの上位サイトを分析対象として、それぞれの機関ごとの動きを見ていくと、トラフィックの増加に大きな影響を与えたパブリッシャーやネットワークを素早く見つけることができます。シミュアブの使い方に関するご質問や、データ,データを活用した意識に関しても足りましたら、ぜひお問い合わせください。